イランに対してサーブでまずしっかりアグレッシブに攻めれたというところと、相手の高いブロックに苦戦する時間はあったんですけども、まあ、日本のしっかり粘り強いバレーを展開できたというところで、勝ちにつながったんじゃないかなと思います。引き続きサーブでしっかり優位な状態に立てるように、全員でサーブというところをしっかりフォーカスを置いてまた戦っていきたいと思います。とにかく選手、スタッフ、チーム一丸となれるように、環境を整えて、とにかく優勝を目指して頑張ります。